ガーラント、覚えているか、コーネリア国一のナイトと呼ばれたこの私を。まあ、覚えているよ、弱かったもん。何、今から2000年後の未来、お前たちに倒されたガーラント。確かね、あの時私は倒された。だがあの時4つの力が私を救った。タイムトリップしたんだよ。ここに来た私は4匹のカオスを未来へ送り込んだ。そしてまた4つの力を使いお前たちに殺される。未来の私へ、ここへ呼び戻すんだ。2000年のうち私の記憶は失われている。だがまた私はここに戻る。お前たちはここで永久に死に、私は永久に生き続ける。この私の作った無限の流れの中で。まあ、まずはちょっとせっかくだ、使おう力の薬で。ヘイストはもうで、力の薬はまず1段目にかけよう。ただこいつは厄介なことに即死魔法を打ってくるから、まあ、即死魔法っていうか地震なんだけど、地震が即死なんだよね。324すげえ。とりあえず攻撃力だけは上がった。回復しておこう。ヘイストはかけておいて、こいつはヘイストをかかってるから殴る。で、ハイポーションで、ハイポーション、ハイポーションいいや。ファイガー。まずいな、ハイポーションだと。カオス強いぞ、意外に。200か。150。24ヒット、232か。ちょっと待ってよ。ケアルダを自分にかけよう。で、2人は回復だな。これさ、意味あるか分かんないけど、ヒール。いや、ヒールじゃ全然ダメだな。ハイポーション使ってこう、1個ずつ。こいつだな。津波かっこいい。ゴー、とりあえず生き延びだ。ナイトはかなり耐久力がある。なるほど、ケアルダで、どうしよう。癒しの杖って意外に2つ使うとちょっと回復量増えるからさ、80くらい回復できるから。まずケアルダで200のやつは、おお、怖え、450は危ねえ。まさかこれに頼ることになるとは。で、ケアルダもう1回しか使えないか。いや、このヒールもね、意外に役立つ。攻撃は選手に任せよう。ちょっと体勢が立ち直るまでと思ったけど、うわ、やるじゃないか。やべ、強えぞこいつだけ。異常に強い。ここで白魔導士のいない状態が響いてくるとは。エクスポーションでもナンバーワンにちょっと使っておきたいよな。回復どうする、殴るか。ここはギャッ、369とか792、594。いや待て、どっちが早い。プロテスとかプロテアとかどうなの。ちょっとやっとこう。でエクスポーション296、ラストロー。危ねえ。これでナイトは持ち直した。一応プロテアちょっとかけとこう。まあ少しでも、でもう生き返らせてる暇がないんで、ハイポーションで回復。俺は殴る。286、だいぶ減ったな。強い。でどうする、回復はしておきたいよね。ヘイスト2人かかってるから、ストライってだって意味あんの。力の薬があるからね。
最大ヒットポイントを上げておくのもありだったな。フェニックスので蘇してみる。絶対攻撃が来たら死ぬよね。まあいいや、余裕あるから今。これは攻撃が遅くなってくれて助かった。ただしちょっとまずい状態には変わりない。ハイポーションじゃどうにもなんないな。いやー、ちょっと待って、こいつ殴って、ちょっと待って、どう待って、殴るでしょ。でケアルダが使えないのが若干痛い。ケアルはじゃあケアルだとあれだ、どうなの。でハイポーションで150回復したところでなって感じではあるけどね。ラスロー OK、 結構ついてるな。119か、全然ダメだ。さてそっからまたちょっとハイポーションがもうない。攻撃、炎、リボン装備させておくべきだったな。生き残ってる。547、え、マジでヒットポイントいくつなんだ。エリクサ使おう。いや、まだいけるか。これでどうだ。ヘイストかけてきやがった、マジか。でもまあ持ち直しはできる。攻撃かかったら死ぬかもしれないけど、その間に攻撃する。でもうハイポーションないっしょ、1個しか。エーテルドライかけよう。で戦士を、いや自分だな、戦士はエリクサーで一気に回復させよう。1125とかやべえ、耐えられんぞこれ。耐えられるか、もうエリクサーだな。100、よし打ち直せ。で、よみがえらせる意味なさそう。アフェイズがないのが痛えな。巨人の薬ってどれくらい効果があるんだろう。1対593、耐えた。いやマジか、これはケアルだ。もうないよ。270して耐えられるっけ。耐えられる、上2人は耐えられる。これリボン装備した方がいいな、文句も。で、あ、ケアルだだな。一応自分278か。竜巻が強えな。でケアルタファイカーも耐えられる。100いくつとかだっけ、200食らうんだっけ。あ、全然100は食らわなかったわ。272か。ケアルタがあと2回。津波200、これが200くらうか。いや無理だ、これで倒せなかったら終わる。倒せない、死んだ。マジか、つえ、いきなりカオスとかつえんだけど。再開しよう。え、マジどうする。ハイポーションが10個か、エリクサー1個で、ちょっとやっぱりリボンは装備させとこう。減っちゃうけど、どうせあれだもんね、リボンってもうないんだっけ。ないや、ギルとか999999なんだけど。でちょっと待って、エーテルでちょっと全部回復させとこう。他
差ないよな。いや、こいつは攻撃しないから、基本。正宗外そう。正宗入れ替えよう。ちょっと一回ディフェンダーにして、ナイトに正宗。で、まあ、じゃあこれでいいか。で、ダイヤでいいのか。なんか炎の盾とかでもいい気がすんな。耐性あるよね。ちょっと見よう。万全を尽くしていかないと。すげえ余裕ぶっこいてたけど。霊気を防ぎやすくなるのか。なるほど。そうするともしかしたら全然持ってねえわ。あの、カオス2000目。てかこいつのヒットポイントマジどんだけあるんだよっていうね。で、攻撃力だけはやっぱり上げておきたいよな。力の薬で、ヘイストもかけておきたい。で、力の薬、巨人の薬ちょっと使おう。最大人々が上がる362。ちょっと最初の2人は999。どうなの。で、ヘイストはかけるでしょ。で、殴るでしょ。で、そこから最大ヒットポイントというか、一回ハイポーションを使おう。痛い。390。しかもまひんの。結構誤算だな。で、黒手も一回かけよう。ちょっとここは回復。いや、まずいな。ナンバーワンのヒットポイントの減りが。16ヒット出てくれればな、全然いいんだけど。これ防御って意味ある。エクスポーションもかけちゃおう。で、こうだな。そしたらラだったら耐えられるはずだ。よしよしよし、だいぶ軽減された。で、持ち直す。で、ヘイストがかかってんだっけ。ヘイストは2人かかってるな。で、プロテアもかけたから、ちょっとケアルダで回復しつつ殴るか。痛い。380。16ヒット。422。952。いや、一番下のやつが麻痺ってのがいかれてんだよ。 OK。ラスロー、ラスローって何？食らっちゃったけどさ。ヘイストをかけ直さなきゃダメ。ちょっと見よう。プロテア、力、プロテア、あー下がってんな。ヘイストかけ直そう、これは。で、その前にスピードドリンクもちょっと使っておこう。攻撃回数でも16ヒット以上は出ないか。炎一番下以外はもう大丈夫なはず。300とか。下をケアしなきゃいけないのが若干めんどくさいな。で、ハイポーションも打てるときに打っとこう。15。なるべくヒットポイントは高めに保っておいて、まあ一応ヘイストかけておくか。ヘイストがかかってから攻撃だな。こいつが100で抑えられるのはマジででかい。1回回復できるから、お
はちょっと転ずるか攻撃に多少ガックレア使ってきやがった。300さっきと比べてダメージ量どうなんだ。ダメージの高さは結構出てるからな。900第352、しょうがない。サンダー189、102、残った。戦士頼みだからな今で。ピアルダが痛い、殴られた。266、死んだ。どうする、蘇らせるか。フェニックスのが1っていうところがね微妙だからね。94しかない。ファイガー、ファイガーとかだったらまだ耐えられるね。いや1は耐えられないけど。871、一体生きなれるはずだ。でエリザ使おう。行くしかない。もうこれは勝負の時だ。痛い、死んだ、やばい。お前に来たか。殴れ。24回ヒット、924。一応フェニックスなんで、こいつはもう攻撃しかない。ブリザラは大丈夫よ。し、 OK。 844、攻撃しよう。ケアルダで一旦回復で殴る。いやー、やられたか。8ヒット、でも400当たるか。もう攻撃しかないよ、もうこれ。あ、津波やばい。いや、これで倒せなかったらちょっとマジでレベル上げが必要だな。強すぎだろカオス。133でパイが耐えられるよね。先手が取れなきゃ。死んだ。強いんだけど。マジか。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーピクセルリマスター、前回が最終回かなと思っていたんですけれども、ちょっとカオスに勝てなくてですね、今回またやっていきます。で、とりあえずレベルは上げました。で、ナイトのヒットポイントが990あって、で、これ多分999が最高だよね。巨人の薬使っても1000はいかなかったんで、まあ999近くまで上がったので、一旦これで挑もうかなと思います。レベルは57で、スーパーモンクもヒットポイント800、ナンバー3が800超えて、ナンバー2も800弱といったところで結構あるんですけど、ただやっぱりね、ここに来てスーパーモンクの打たれ強さっていうのがね、どうしてもちょっと目立ってきてるんで、まあ、火力は確かに高いんですけど、まあなかなかネックなところかなって。あともう一つ、赤魔導士もね、サポート役に回ろうとすると全体の回復魔法が使えないんで、そこがちょっと厳しいかなという感じです。で、今回の作戦としては、力の薬の攻撃力アップっていうのが、あの重ね掛けが可能なんで、ちょっとマジで火力一点突破、スーパーモンクのナンバー2に全火力を集中させて、まあ、ダメージを叩き出して、やっていきたいと思います。ではカオス戦いきましょう。1ターン目、まあ、まずはナンバー2に全薬をドーピングする。で、ヘイストは絶対必要でしょう。で、ナンバー2は最初はセーバーを使おう。セーバーは攻撃力に加えて命中率も上がるんで、で、力の薬で攻撃力を上げる。これでどう、ブリザか。
やべえ、ナンバー2にリボン装備させるの忘れた。めちゃ食らうんだけど。セーバー、これで火力がどれだけ上がるかだよね。ナンバーワンはもう壁なんで、でケアルダでどうしようかな。ナンバー2を完全にするか。ハイポーションで、いや待って、モール、火力をモールで、ケアルダでナンバー2で、ナンバー2はもう攻撃に入る。ナンバー3ちょっと自分を回復させとこう。ラスロー誰、よし、オッケー、ハイポーション、これでどんくらい出る。2700とかマジで強えんだけど。これはもう一点突破だな。力によるご利用しドーピングとはいえ、プロテアはかけておこう一回で、攻撃でしょ。いやこれはもうナンバー2でいいでしょう。270、いいね、さすがナイト。耐久力は高い、壁になってくれればマジで助かる。ほら行け、3700。てかまだ死なないの。カオスになったらマジで強くなるな。今までの4人のカオス超弱かったのに。え、どうしよう、これまだいける。これいくつ出る、9999とか出んのかな。ヘイストはさすがに重ねかけできないと思うんだよね。いやこれモリモリでいこう。でストライディア薬使えばいいんだけど、このターンはまた漏れる。もう次漏らなくていいか。ブリタが277、それなりに食らうな。ほらいけ、5000。なんか1回使うごとにさ、すっげえダメージ上がるんだけど。ちょっと回復に入るか。ナイトはまだいけるから、ナンバー2は最優先だな。回復役の頭同士で、ケアルダの方が回復できるんで、これナンバー2に打って、で自分を回復しよう。ナンバー3は、あ、待って待って、攻撃だよ。でナンバー3が自分を回復。ナンバー2さえ死ななければ大丈夫。炎366、超食らう。ただケアルダで持ち直せる。292、よし、5700。てかまだ生きてんのこいつ。ヒットポイントいくつあるんだよ本当に。これエクスポーション、いやどうしよう、自分でエクスポーションで持ってくか。でケアルダでナンバー2でしょ。でナンバー2はこれ最悪ナンバー3は死んでもしょうがないな。ただまあ死にたくないんで、生きてれば生きてただけそれでいいんで。これでナンバーワン壁はもう大丈夫。はい、5000、倒した。さすがにだよね。いやドーピング作戦ハマったな。こんなに強くなるとは。ようやくエンディング、まあ、今回はエンディング回ということで、時の鎖は断ち切られた。2000年の時を超えた無限の戦いは終わり、世界に平和が訪れた。いや全てはドーピングの力だよ。これあの重ね掛けがもし効かなかったら結構やばかったね。重ね掛けが効いてあれだけのダメージを叩き出せたから、まあなんとか倒したけど、いや重ね掛けシステムがあってよかったよ、本当に助けられた。まあ、そんなわけで、あとはちょっとエンディングを見ていきましょう。
ジ・エンド。というわけで、ファイナルファンタジーピクセルリマスターこれにて、終了とさせていただきます。まあ、他のねジョブもあったりするんで、まあなんかネタ的にちょいちょいやっていこうかなとは、思っていますけれども、ファイナルファンタジー1とりあえずこれで終了して、次はファイナルファンタジー2へ、行きたいと思います。まあそんなわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。